こんにちは、高山大地です。今日もね、カメラ の, あのアクセサリーの、紹介をちょっとやりたいと思います。以前までですね、こちらのこの EOS RP にですね、この、ピークデザインの、カフっていう名前 の, この手首のストラップなんですけれども、これをつけて、使っていたんですね。このストラップはですね、こんな感じでこの手首の部分にこうやって通して、でその、アタッチメントをですね、カメラの方にこうつけて、でそうするとですね、こうやってあの手首のストラップとしてこうカメラをね、こうやって持って、使うことができるというストラップなんですね。これあのすごい、ちっちゃくて軽くてですね、こうカバンの中に一緒に入れる時ももう邪魔にならなくてすごい良、かったんですよね。このピークデザインのアンカーというアタッチメントをですね、取り付けておくことによって、あのこのストラップ自体をこう外したり、別のストラップと交換したりっていう、こういうなんか面白い使い方ができる、ストラップなんですね。ただそうやってあのいいところもすごいたくさんあるんですけれども、このですね、やっぱりこのストラップをこうつけてこのカメラを持ってる間っていうか、この使ってる間はこの持ちっぱなしになるっていう弱点がちょっとあったんですね。どうしてもこの手を開けたい時は一旦このストラップからこう手をね、外すか、あとその別 の, あのアタッチメントにカメラをこう取り付けて固定しておくとか、あのとにかくこのすぐ手を離す手段っていうのが、ちょっとね、あの少なかったっていうか、手間がかかってしまうっていう弱点があったんですよ。このストラップもね、すごい良くて気に入っていたんですけれども、もうちょっとやっぱりそのすぐ手を離せるストラップも使いたいなと思って、でそういうふうに考えた時に首から下げるストラップがやっぱいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でそれでですね、あのこういうこれ長いこの首とか肩から下げる用の、これもピークデザイン の, あのストラップで、スライドライトというのがありまして、これもね、あの野球の写真撮るときにあの望遠レンズつけるとカメラが重たくなるんですけれども、それもね、こうちゃんと支えてくれる、ストラップもね、こうやって持ってるんですよ。だけどその普段もうちょっとこうカジュアルに使いたい時っていうのは、やっぱね、ちょっとこうガチすぎるというか、気軽に使えるこうおしゃれなストラップがないかなっていうふうに探したんですね。それでその探そうと思ったストラップというのが、あの革のストラップで何かいいのがないかなと思って、いろいろネットサーフィンをしていたんですけれども、それでね、ちょっとこう見つけて、買ってみたものがあるので、紹介したいと思います。それがですね、こちらの今 EOS RP につけている、革のストラップですね。あのモノグラムっていう写真屋さんの、販売している革のストラップで、スリムカメラストラップというものですね。このやっぱその EOS RP にもこの合いそうなこの細身の感じと、あとこのバックル部分のこの金属の、パーツのデザインとかがこうすごいかっこいいなというふうに思って、今ね、こちらを使っています。こう見てわかる通り、こんな感じでね、すごいこう細身のストラップなんですね。こうかなり細いです。こう幅としては、1センチぐらいの幅ですね。今ね、あのメインで使っているあの EOS R6 よりもこの EOS RP というのはすごいあの軽いカメラなので、こうもっとね、なんか気軽に使いたいなというふうに思ったんですね。でそういう時にこう合うのはやっぱりその細身のストラップだなというふうに思って、でこちらのものをね、今選んで使っているところですね。こんな感じのですね、ストラップになっています。で色はですね、ブラウン、茶色ですね、はい。これ、まだね、あの何も手入れをしてないんですけれども、ちょっとね、光沢があるような感じの本革ですね。ちょっと見えるかわかんないんですけど、この部分に、モノグラムの、ロゴというのが型押しで入っています。なんかね、ロゴもね、色がついてるわけじゃなくて本当にさりげなく入ってる感じなので、あのそのね、さりげなさがね、すごいかっこいいなというふうに思います。でこの根元の部分、ここですね、このバックルのような部分ですね、ここでね、あの長さ調整ができるようになっていまして、こんな感じでこうちょっとね、使い古したアンティーク調の感じの金具になってるんですね。これがね、ちょっとこうデザインもですね、なんかこう凝っているというかね、ちょっとね、普通じゃない感じがしてね、かっこいいんですよ。真鍮みたいな感じのね、見た目になっていて、これがね、すげえかっこいいです、はい。でこのストラップの幅が1センチなので、普通につけてもね、この EOS RP のストラップホールの部分にね、通りますね。僕の場合はね、こうやってちょっと今の三角リングをですね、この根元の部分につけています。なんでつけてるかっていうとですね、ここの、あのストラップのこの根元部分が
こうやってストラップってね、こう使うときにこういろんな向きになると思うんですけれども、この動いたときにこの根元の皮の部分が固定されているとちょっとこう無理をするかなというふうに思ったんですね。なのでちょっと劣化が早まるのが怖くて、その部分にこの三角リングを通すと、ちょっとね自由に動けるようになるんでいいかなというふうに思ってつけたんですね。でこの三角リングもモノグラムさんで一緒に注文したんですけれども、これね本当にね自由に動いてねいいんですけれど、EOS RP のね使い方としてはね多分あんまり良くないですよね。この見えるかな、ストラップホールのこの根元の部分がちょっとね塗装剥げしちゃったんですよね。この三角リングってこうグイグイグイって隙間からねじ込んでいく感じなんですけれども、ここのねストラップホールの部分がちょっと塗装剥げしちゃったんですよ。そのままストラップつけてもよかったかなっていうふうに今ちょっと思ってるんですけれども、まあ今こういう使い方をしてますね。三角リングみたいなのを、まあ、ちょっとつけたいなっていうふうにね思っている方はちょっとこの辺を、気をつけるといいと思います。はい、でキヤノンのカメラっていうのはねこうちょっとね流線形というかこう丸い部分が多いような感じのデザインなんですね。まあ、角張ってる部分もあるんですけれども、そういうこうキヤノンのねカメラにこの革のストラップをこうつけてみるとですね、こうなんか一気にこう雰囲気が変わって、すごいなんか渋い感じになってねかっこよくなりました。こうやってですねこう使わない時にこうやって部屋の中に置いていてもですね、この革のストラップがすごいなんかいい感じに雰囲気を出してくれてね、カバンの中に普段は入れっぱなしなんですけれども、なんかインテリアみたいな感じでね、してもねすごいかっこいいなというふうに思っています。でこんな感じで本当にこう柔らかいストラップなので、そのままこうくしゃくしゃってしてねカバンの中に一緒に入れていてもいいですし、こうやってねこうぐるぐる巻きにしてこのままねこうカバンの中に入れてもいいっていう感じの使い方ができるんですね。でしかもこの革のストラップはねこうやって手首にこうやって巻いておくこともできるんですよ。こうやっておくことで、ちょっとね手が離れた時もこのストラップが手首に巻かれているので、ちょっとね落ちるのを防ぐという、肩ストラップとか首ストラップにはねそういう使い方もあるんですね。でこのストラップもこういう使い方ができるという感じですね。こんな感じで首から下げてみると、こういう風になります。こんな感じですね、この三角リングをつけているとですね、このロゴの部分とこのバックルの部分がですねこう一緒にこう前を向くような感じになりますね。でこのスリムカメラストラップは、S サイズのものなんですけれども、このバックルのこの上から2番目の穴のところにどっちも通しているんですけれども、長さがですねこの88センチから91センチの間で、微調整をねすることができます。こうおへその上あたりにカメラが来るような感じですね。はい、これがねちょうどいい長さということなんですけれども、このままねこうやって構えても邪魔にならない感じになってますね。でこの三角リングがあることでこの革の部分がねこう自由に動くので、この根元がやっぱ無理しなくてね、この付け方はやっぱいいなというふうに思っています。でこのカメラとねこの革のストラップが結構合う感じなので、たくさんね使ってあげたいなというふうに思うストラップですね。はい、ということで今日はこのモノグラムの革ストラップ、スリムカメラストラップをねちょっと紹介をやってみました。こんな感じで僕が使っているものとか身の回りのものとかですね、いろいろ動画にして紹介していきたいと思いますので、ぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。高山大地でした。